今回は大本山総持寺の花輪光明老師にご法話をお願いしております。花輪光明老師、どうぞよろしくお願い申し上げます。大本山総持寺は700年の歴史を持つ禅の根本道場です。本年本山は開創700年を迎えました。今からちょうど700年ほど前、能登の地に五戒山慶山禅寺が総持寺を開かれました。慶山禅寺は大変慈悲深いお方でございました。お母様の影響もあって、観音様への信仰の大変熱いお方でした。生涯の中で第一の御誓願というお誓いを立てられておられます。第一、大きな悲しみと書きますけれども、これはもともと観音様のお誓いでもございました。すべての人を幸せにしたい、安寧に導きたい、またすべての人の悩み、苦しみ、悲しみ、迷い、これを癒したい、そうひたすら願った方でございます。それが一つの姿となって、結晶となって創建されたのが大本山総持寺ではないかというふうに思います。江戸の末期には末寺と言われる関連の寺院が1万7千を超えるという、我が国でも類を見ない大規模な寺院へと発展してまいりました。そして曹洞宗を全国に広める、その大きな役割を成してきました。しかし大きな事件がございました。それは大火です。大本山総持寺は大火災によってその伽藍のほとんど全てを消失してしまうという大惨事を被りました。総持寺の再建は不可能とさえ言われましたけれども、その後に監修禅師様になられた石川祖道禅師が大英断を下されました。それは総持寺の横浜鶴見への移転でございます。横浜という土地柄、大変交通の便も良いし、また外国との縁もたくさんございます。そういったことも踏まえて、現在この横浜での総持寺のモットーは世界に開く禅苑、そのようなテーマを持って今日歩んでいるところでございます。慶山禅寺の総持寺開創から700年、私たちは場所は変わっても変わらず受け継いでいるものがあります。それはやはり第一のご誓願、すべての人をお救いしたいと、その慶山禅師の御心のもと、私たちは修行に励んでおります。現在大本山総持寺には100名を超える修行僧がいます。朝早くからその修行は始まります。禅の修行でございますので、大変厳しい修行でございます。そこに自分というのは表すことはできません。現在の修行僧の多くは今年新たに増産した神道和尚です。
新東照は修行に入って100日間の禁足を修行いたします。禁足というのは外に出ることも、まあ境内の中のサムは別でありますけれども、外に出ることも、電話して連絡を取ることも、また手紙を書くことも許されておりません。ただひたすらその期間自分と向き合ってですね、修行に励む、それが100日禁足であります。私も経験がありますけれども、大変不安になります。どんなに辛くても誰にも連絡することができない。ただ励みとなるのは、支えとなるのは、同案語と言われる同じ年に上がった修行僧たちの心の支えです。苦しい中、助け合いながら同案語、同じ時に上がった修行僧が励まし合いながら頑張っていきます。この100日の禁足も終わると、修行僧たちの顔つきが変わってまいります。しかしこの100日間自分をずっと見つめ続けてきたということ、これは大きな成長をもたらしてくれます。それはこれまで感じることのなかった感謝の気持ちというのを新たに感じることができるということではないでしょうか。ちょうど100日過ぎて手紙を書くことができます。その手紙、私も書いた経験がありますけれども、まあ、これまではですね、自分の親に対する、あるいは師匠に対する、周りに対する、その気持ちを反省して、この大本山総持寺に修行に来させていただいた、修行させていただいた、そのありがたさ、それをしっかりと伝えることができるようになったという経験がございました。今まだまだ新東照たちは禁足期間中です。総持寺は大変広い境内を有しております。15万坪とも言われます。伽藍も、大きな伽藍が長い廊下でつながっております。これは一つの理由がございます。能登の地で火災にあった、まあ、その教訓から建物と建物の距離を大変長く取りました。まあ、それがゆえに通世廊、通称百間廊下と言われるような長い廊下ができました。その端から端まで164メートルあると言われます。まあ、それだけではなくて、廊下の総延長はもう1キロは優に超えるのではないかなというふうに思います。私も経験がありますけれども、それを雑巾掛けすることは大変な苦労です。だいたい1回の雑巾掛けがもう700メートル、それ以上になるのではないでしょうか。それを1日2回、修行僧はもう丹念に廊下を雑巾掛けいたします。ただ廊下を雑巾掛けしているだけではなくて、やはり自分の心もですね、その雑巾で磨いているのではないかというふうに思います。どうか総持寺に
来られた皆さんもその姿を見られたら、どうぞ心から応援していただきたいというふうに思います。丹心徒と共にある大本山、多くの参拝の方々が来ていただけること、これは今の私たちの希望でもあります。と同時に、これは五戒山、計算禅師の御心、それにかなうことではないかなというふうに思っております。私たちは五戒山、計算禅師の法音の修行をこれからも続けてまいりたいと思っております。花の執行法をありがとうございました。どうも。大本山総持寺の伽藍の案内と、はい、そして精進料理をいただきまして、はい、ご法をいただきました。はい、花の師が申されたとおり、この計算禅師というのは、はい、慈悲の禅師という方だったんですね。はい、この慈悲という言葉つくのも仏教の基本となるような教えだと思うんですね。自分のことだけでなく、他人を思いやるというのは非常にとても大切なことだと思います。はいはい、ここはお伺いして思ったのは、修行というのは自分のためでなく、はい、多くの人のために修行することの重要性がこの総持寺にはあるのではないかなと感じさせていただきました。はい、その辺、花老師はどのようにお考えでしょうか。そうですね、どうしてもこう修行に入る前は自分が自分だっていう気持ちが強いと思います。で、しかし仏道というのは自分が幸せになれればいいという教えではないはずですね。みんなが幸せでないと自分の幸せはないんだと。な、はい、それが慈悲の心ではないかなというふうに思います。仏教では縁起ということも、はい、はい、自分だけが一人で生きているのではなく、はい、多くのもののつながり、多くの人のつながりによって自分のこの生き、はい、そして生かされている、はい、そのことに気づくというのも修行というのも大事なことだと、こう私も考えております。まさに今おっしゃったことで、生かされているという言葉がありましたけれども、はい、生かされているですね。その大きな力が仏様の力なのではないかなというふうに思います。本当にこの今の時代というのは、はい、コロナウイルス この感染の拡大によって、はい、一人一人孤立したような時代になってきてしまいましたけど、はい、つながっている、生かされているということを改めて思い直すのは、こう修行途中に来て私も心がこう引き締まるようにこう感じがいたしました。そうですね、修行というのはやっぱり孤独な面もあります。場合によっては本当に自分を見つめて、本当にこの行き着くところまでですね、自分を探求していくという、そういう厳しい面もありますが、それは究極のところ自分のためではなく、多くの人を仏像に導く、幸せにしていく、そのための過程であるということ、それはやはりこの厳しい修行の中で、少しずつ分かっていくものではないかなというふうにも思います。なるほど、本日は本当に貴重なお話ありがとうございました。はい、こちらこそありがとうございました。また多くの皆さんにこの大本山総持寺に来ていただいてですね、はい、この修行の大切さ、そして慈悲ですとか、はい、縁起の仏教の教えに触れていただいたらありがたいですね。そうですね、やはりそういう体験をしていただく場でもありますので、ぜひ、このコロナの状況が改善しましたら、多くの方に足を運んでいただきたいと願っております。花の師、本日は誠にありがとうございました。どうもありがとうございました。